な優秀やったな。7番はちょっとね、7番ちょっと、まあちょっとあの歌、ちょっとオープニングの大声で歌うやつちょっと不評なんで、もやめていきます。ちょっと本当に、いやちょっとまあ歌はちょっとやめていきますね。歌はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、それ慣れ合いしない。ちょ、なんだこれ、何この音。まもなくゲームスタート。村人疲弊してる。身分を確認してください。はい、行け。夜が来ました。目を閉じてください。歌何歌うよ。ちょ、歌のリクエストで考えるから。小さめの歌で歌っちゃう。ここが今ちょっと無理。ペガサスは、じゃあペガサス行くわ。分かった。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。昨夜は誰も死なない。6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。6番ニューパルと申します。よろしくお願いします。1周目の一発目ということでね、どうしようかな。じゃあ自己紹介でもしようかな。38歳、無職、趣味は酒と女とお酒とギャンブルです。熱いな。ギャンブル大好きです。熱いな。ギャンブルで生活してます。熱いな。ニューパルっていうのも僕が一番好きなパチスロっていうギャンブルの機種です。熱いな。まあ、なんかニューパル知ってるよなんて人いたら声かけていただければすごい嬉しいなと思います。まだニューパルって結構、まあ今も新しいのあるけど昔からの機種なんでそんな知らないと思うんですけども、まあ僕からはそんなとこですかね。2周目からはちゃんと考察したいと思います。よろしくお願いします。熱いな。7番、山田最高のプレイヤーは発言してください。ちょ、言って。はい、38歳ギャンブル大好きな6番のニューパルさん、一番大好きな年なのでこの後 LINE を教えてください。私も特にないですね。人狼をとりあえずやっつけたいと思います。はい、頑張ります。8番のプレイヤーは発言してください。聞こえますか？聞こえてますか？僕の名前は森下なぞめ、職業インターネットだよ。そうだね、このゲームは今初めてつけた。大スター来たな。そうだね、そういうこと。大スター来たな。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ仕様も何もないんで何もまた考察できないですけど、ずっと殴りしますね。どうしようかな。死んだはずの朝から証拠がいる。まあ、サリンばらまかれる前に釣った方がいいんじゃないですかね。あとは、そうですね。なんか一番寒い。いや、お茶、じゃあ、いっちゃう任せろ。何もしようないです。一番のプレイヤーは、いや、これ信じてほしいんですけど、僕も38歳です。で、僕はニューパルも好きなんですけど、僕はキングパルサー派。あの、第2リールブルってからのオレンジ、マジでへこいます。38歳証明するために僕ら世代の最高のアニメソング歌います。ペガサスファンタジー、そうさ夢だけは誰も奪えない心の翼だから、先生よ
少年はみんな。2番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。カミングアウトは特にないです。村人陣営でした。俺村人が人狼が言ってねえ。村人陣営頑張っていきましょう。早めに終わるのがまあブランかなと思います。平和村望みます。この村はちょっと激アツ村の予感するなのプレイヤーは発言してください。激アツ村。はい、まるで成人です。僕も初めての人狼ということで自己紹介をさせていただきたいと思います。いや熱い自己紹介です。高い。今は違うのですが、学生時代はパチンコ屋でアルバイトしていました。なので6番ニューパルさん、あと1番オフちょっと見えないんですけど、すごい親近感が湧いております。コーヒーレディを抱きまくってました。ただ社会人になって痛い目を見て。4番のプレイヤーは発言してください。熱いな。ちょっと熱いな。お願いします。とりあえず占い使用しますと、2番さん多分陰キャですね。陰キャ使用です。以上です。いやちょっとね、今日一番熱い部屋かも。発言してください。いや今日一番熱い部屋かも。5番です。村人支援です。4番さん占い使用なんですかそれ。陰キャ使用って何。ちょっと待って、ちょっと時間少ないから時間。どういうことだ。占い3番と8番さん初心者さんパークです。で7番さんが38歳好きで、6、7、1で三角関係ってことですね。で1番さんが歌すごい良かったです。待って占い師 4が占い師で見ていいのかな。怖いしてそうですね、私も4番さんは早めに処理したいなって始まる前は思ってたんですけど、占い師なのかなこれは。ちょっと隣に回します。村人陣営です。6番のプレイヤーは発言してください。いやーちょっと個性的なメンバーが揃ってる村でもうすでに平和村なんじゃないかっていう、なんならもうこのままでもいいぐらいな感じですね。まずは7番さんに関しては僕と1番さんが取り合うって形なんでしょうか。1番さんは何歳じゃないですか。取り合うです、取り合うです。いやまあまあちょっと面白かったですけど、ありがとうございます。いや俺あとは2番さん真面目でしたね。2番さん真面目。3番さんまあちょっと親近感はきますけど、親近感わかねえな。あ、じゃあ追加しますね。これ勘違いさせちゃいけないんで。いや、俺高子いるんで大丈夫です。僕から言わせればもう黒。もう3番さん、このまま言ったら僕3番さんからもう個人的恨みでね。僕ね、コーヒーレディには何回も振られてきたんでね、もう嫌ってほど痛み見てきたんでね。あと4番さんはね、フォアしてけっていうのをね、一番最後センスあんだよな。これどうなの、4番さん占い師ってことなんですかね。ちょっとこの段階で何とも言えないフォアしてきて俺が言ってんじゃねえか。俺が言ってんじゃねえか。ふざけんなっていうのもなんかいろんな意味。何4番の手柄にしてんだろ。俺が言ったんだろうな。この順番だと正直そんくらいしか雑殴りできます。あと9番さんがちょっと途切れ途切れで雑殴りがちょっと聞こえなかったのがちょっと残念でした。そんなとこかな。とりあえずじゃあ7番さん後でよろしくお願いします。7番のプレイヤーは発言してください。あ、4番さんの占い仕様で2番さん陰気把握しました。私は38歳じゃなくて38歳が一番好きですって言いました。私は24です。6番さんは後で LINE を教えてください。で俺振られたな。俺38歳だけど競り負けたな。教えねえけど教えねえ。占い師、私は占い師ではないです。でも村人陣営です。占い師の人は別に出てもいいし、頑張って生きて明日出てきてもどっちでもいいと思います。はい。8番のプレイヤーはこれ8番、いや8番来てるから。あー僕はね、僕占い師なんだよね。本当は占い師なんだけど、まあ、誰を占ってかって、この3番パチンカス、パチンカスじゃないな
パチンコ屋で働いてたカス。まあ、パチンカスだね。こいつ、コイレディー、こいつ、人狼ですね、完全に。こいつは残そう。こいつは残しちゃおう。ということで、この人殺しましょう。9番のプレイヤーは、こいつはやばい。してください。あ、もう、もう、あの、わけわからんっすね、いろいろ。望む攻めるわ、俺。暗闇しまくって、陰キャ CO のその陰ってのは、黒いって意味かと思って、もうこれ黒出しやなって、勝手に把握してたんですけど、ちゃうんすね、これ。どうすんすか、これ。これを対抗 CO、対抗占い師 CO と見るのか、初 CO と見るのか、もともいないと見るのか、もう徴兵を漏らすね。どこ釣りますこれ。俺望む行くわ。1番のプレイヤーは8番の森下望さん。いや、ご両親が望むという名前をつけたと。いや、お前ほんと望まれてんのか、お前ご両親がちゃんと望んだ今人生送ってんのか、お前。こんなとこで人狼やってて。なあ、大丈夫か、お前。3番の真鍋聖人さん、パチンカスとかバカにしてっけど、パチンコで勝って食ってくの大変だから。腰痛とか大変だから。まあ、俺ちなみに村人ですけど、俺は森下望さんを釣ります。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、4番さんに陰キャカミングアウトされてしまったんですけど、まあ、これは、僕、黒ではないので、陰キャっていうのを黒って勘違いしないでほしいなと思います。まあ、4番さん、これ、占いカミングアウトだったら、完全に黒ですね。8番さんが対抗って見ていいのかわかんないんですけど、まあ、ちょっと俺は森下望む倒滅戦行くから、望む倒滅戦。まあ皆さんまだ、それ以外の皆さんまだフラね、まだ情報を。俺学べ成人サイド応援すから。俺学べ成人の肩持ったからな。4番さんに入れようかなと思います。以上です。三番。ちょ、曲森下。プレイヤーは発言してください。はい、ちょっといろいろ誤解があったみたいなので。まず僕自身はパチンカスではなく、あくまでアルバイトをパチンなんだことはないので、そこはちょっとご理解いただきたいのと、あと、6番さんにちょっと今、恨みを抱かれてしまったんですけど、今でもコーヒーレディネットワークはございますので、もしよろしければ、ご紹介など、いつでも可能でございますので、僕はそういった、熱いな村人陣営回していきたいと思ってます。熱いな、おいいところで、こいついいところでタスク切り、おいいところでタスク切りできてねえぞ、おい。いいところで。ちょっと白かな。4番のプレイヤーは発言してください。2番さんね、僕に、悪意を抱くのは分かるんだけど、陰キャ CEO は本当なんだよ。どうしてもその陰キャを克服したければ、あなた、いや、俺こういう人狼のがいいな。出家しなさい。もし声が出ないと思うが、60秒。これでね、毎日3セットすれば、受けるようになるから。ね。僕に悪意を抱いて、そうやって勝手に黒くするのはダメだ。うん。君が本当は心が黒い。出家しなさい。5番のプレイヤーは発言してください。はい、5番です。ちゃんと光の入ってますそうですね、ちょっと追加しよう。今日はよ、占い占いっていうかわかんないんですけど、ここ行くんですか。違いますよね、グレーですよね。そこでちょっと使用させてもらいます。このままだとキャラが薄くて釣られそう。ハンターです。ハンター、他の方にいらっしゃったらちょっと使用してください。あ、ダメか、ダメなのかな、わかんないけども、まあ、タイプをいただいてください。私ハンターです。そうですね、で今日は私この、ね、4、8本当に何かわかんないんですけど、
グレー行くべきだと思ってます。で、2が陰キャ。陰キャが本当に分かんない色が、シドって意味なのか分かんないけど、でも私も陰キャだから、私も陰キャだから2番はあんまつりたく、あつ、まあ、つる気もないんですけども、1976のどこかに入れようかな。そうですね、3番さんはちょっとそんな変なネットワーク、よくコーヒーレディーってわかんないんですけども、あ、変なネットワークが入った気がする。人狼じゃん、殺すには惜しいやつらしかおらんな。投票を始めてください。いや、これちょっと森下のぞむ残してえな。森下のぞむちょ残してえな。いや、ちょもいや、これ森下っつったらダメだ。いや、俺はこれ入れない。いや、俺はこれ入れない。2番のプレイヤーが選ばれました。あ、まあ、2番さんはな、まあ、2番さんはまあまあ。おい、おい、ちょっと、ほうき3人とか。2番のプレイヤーは発言してください。はい、出勤してなかったのがちょっとダメでしたかね。まあ、インキャ殺されたな。まあ、お、来たよ。キャラ薄いやつから殺されながら来た。言っておくべきでした。今日から、ちゃんと、セットを、言われたことをしっかり守って、いきたいと思います。今までありがとうございました。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。ちゃんと、昨夜死んだのは9番。マジで、キャラ薄系、キャラ薄系やばいぞこれ。1番のプレイヤーは、いや、これ本当に、いや、これ本当に人狼探して殺してんすか皆さん。なんかキャラ薄いやつから殺してませんか。じゃ、そういう回なのか。いや、人狼じゃなくてキャラ薄いやつから殺していくという、なんだ、滑ったやつから殺されんのか。いや、俺はそういう人狼嫌いじゃねえ。まあ、俺は村人だけどな。よろしく。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。僕も今、一番さんと同じことを思ってました。どうでもない人らから死んでる。なので、ちょっと次、5番さんかなとか思ったけど、最後の1個前の段階で、反対しようがあったんで、そこでちょっと、なんとなくキャラ薄いの救われたかなっていう印象はありました。なので、今はもう5番さんが大好きなんで、コーヒーレディの次は5番さんに行きたいと思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。どうして2番さんが僕を恨んだか、これは損失しようしたのに占いしようと思って恨んじゃったんですね。でも占い師やと困る、つまり人狼なんですね。これ僕は占い師でもなければただの損失なので、村人陣営です。以上です。弁護士5番のプレイヤーは発言してください。4番、え、損失なんですか。本当にもうやめて。じゃあ8番死んで、フィールドまで。じゃあ私4人でしたいけど、あと3番。損失なんですかって。ダメですよ、そんな遊んじゃダメダメ。そうですね。まあ今日は私4番に入れたいんですけど。じゃあ8番さんの占い結果、出てラン、出てラン。
教えてください。じゃないけど。チャットで、チャット、2日目はチャット使用 OK ですよね。教えてください。8番さん。でもあなたしかないんですよ。このジードゲーム進めるすべが。8番さん8番さん、え、嘘、どうすればいいんだろうこれ。でも孫子、あ、ちょっと待って、何、ちょっと待って、占い師どこ、占い師出て。6番のプレイヤーは発言してください。やっぱね、もう本当1番さんもマジでセンスあるし、もう3番さんもセンスある。もう本当ね、3番さんの最後の発言ちょっとセンスありすぎたね。もう5番さんかわいいね、5番さんかわいい、もう5番さん7番さん両方知りたいわね。まだちょっと真面目にやるんですけど、ごめんなさい、あの4番さんってさっきちょっと追加しました、ね、もう終わらせたわ。占いって言ってましたか、なんて言ってましたか、5番さん俺聞こえなくて、8番さんのもう終わらせたわっていうの。いやー、わかんねえ。まあ今日は4と8どっちかなんでしょうけど、あー、まあでも3番さんを黒出しして、3番さんセンスあっからね、もう個人的にもう感覚でしかないんだけど、8番さんかな。3番さんは白角なんでね、やっぱコーヒーレディのラインもあるし、1番さんとはね仲良くなりそう思うからね。まあ、4、8どっちかですかね。いや、さ、え2回目は2回目。まあ、ちょっとよ、まあまあ、4か、4か8どっちか入れます、僕は。はい、以上です。7番のプレイヤーは発言してください。3とかすげえ、俺に。私も1番さん。来ないけどな、来ないけどな、本当は。まあ、本当は来ないけど。まあ、ここはあえて。思います。じゃ、ここ油断させていくから。あと8番さんは、最初の日に3番が狼って言ってたので、占い師がいなければ3番のコーヒーレディを食い散らかしてる人を釣りたいと思います。はい。孫子には逆らえないので、4番さんは釣れません。8番のプレイヤーは発言してください。はい、こんにちは。僕、占い師なんですけど、あ、さっきも言ったか。今回、1番さんをね、占ったら、村人陣営だったんでね。うん、この人は白ですね。まあ、白。うん。真鍋さん、あなたは黒です。まあ、以上ですね。投票を始めてください。ちょ、真鍋黒か。ありえん。オラじゃないべ。コーヒー、しょうがねえな。ちょっと一応ゲームな。まあ、俺が白本物とか本当占い師っぽいな。3番のプレイヤーが選ばれた。おい、森下望む盤面操ってるぞ。ゲーム終了。村人の勝ちです。お前と、お前普通に勝ってんじゃねえか、お前。お前めちゃめちゃ最短レベルで勝ってんじゃねえか。やばいわ。これやべえな、これ。いや、今日もいいだろ、今日も。いや、ちょっとこの村おもろかったな。いや、今日もいいだろ、今日も。12時半だし、もういいだろ、今日も。今日はあんまやる。